これね、金融教育をね、もっと若者はしていくべきだと思うんですよね。今までね、やってなかったのかなってね、思うわけですよ。今ある日本を良くするためにもね、現金ではなくて、投資をしなくちゃいけないんだと。それもきちんと日本の企業に投資をするんですと。 ところが、何ですか今の手たらくは。インフルエンサーか、YouTuber か、わけのわからない輩がね。レバナスだ、半導体だ、海外のレバレッジ商品を買えだなんてね。今の若い世代が海外に投資するって話なんですけどみ、皆さんのようなお年寄りは失われた30年なんて言われ方をしているじゃないですか。それでも日本に投資しろって言えますか 若者も本心では日本企業に頑張ってほしいなと思っている中で下村さんのような老害がのさばっているばかりにずっと成長しない日本に若者に投資しようっていうモチベーションを上げさせるにはどういったメッセージが届くと、ね、今最も危惧していることは日本の株を買わないと その日本の若者世代の資金がどんどん海外に流れていっちゃうんですよ。つまり日本の経済成長が遅れていくということだから若者はもっと我々を信じてついてきてもらいたいですね。我々としても若者には是非高度成長期のような時のね体験をしてもらいたいと。 思っておりますよあの、下村さんがそこまで諸外国への資金流出を危惧されているのであれば、統一教会ありますよね。そちらの方が問題になるかと思うんですけれども、無能議員的にはそのあたりの認識は今後もお変わりないといった感じですか。全く別の話ですね。私が言っているのはね、レバナスなんて訳のわからないものに投資するんじゃなくてね、 我々ベテラン議員がしっかりと日本を支えているんですから若い方には大船になったつもりで投資をしてほしいと思いますよねなんせ今の若者は元気がないそんなんじゃイノベーションも起きないよ日本は素晴らしいんだからアメリカに負けないようなハイテク企業がどんどん生まれても不思議じゃないんですからもう今はバブルだなんだ言われてますけどね あの時代は良かったですよ。君たち若い世代にもね、そういったのを味わってほしいと思ってますよ。下村さんが言いたいことは分かるんですけれど、ちょっと何も理解できてねえな、このクソオヤジはっていうところがありましてですね。<laughs> なんでかっていうと今まで若者がイノベーションを起こそうとした時に邪魔をしてきたのが全部、えー、下村さんの世代なわけじゃないですかそうじて彼ら年寄りはバブル時のいい思い出や当時の成功体験に固執しがちだと思うんですねそして年寄りは若い者にもですね同じ手法でやらせようとしますよね 挙句悔いを打たれた結果が今に至っている感じで先ほど下村さんの話の中で IT の話が出たと思うんですがもうすでにアメリカがハイテク産業でおいてはウェブインフラを牛耳っている中で日本企業はもう勝てないわけですよ若い世代はもはや自国の経済発展とか諦めモードになってしまいその結果 成長が見込める米国株だったりナスダック強いてはレバナスを買うということになるのは至極当然ではないかとここまで若い世代から嫌われている中でいつまで政界に居座るおつもりですかそんなね私が関わってきた政治生命をですね失われた30年なんて言われておるんですよそんなこと言われてね き下がれるわけなないいじゃないですか長年勤め上げてきて私はもっとすごいんだぞということを今の若者にもね見せつけたいと思うねあんなレバナスなんてね買ってるようなやつに国なんて任せられないですよまあ絶望が深まって日本にとって老人とマザームーンの話題は根深いなっていうふうに思いましたね